わあ、きれい。おはよう、天使。ニューヨークはいつぶりぐらいなんですか？もう十数年ぶりかな。どうですか、久しぶり。変わってるし、よくわかんない。私は来ても所在とかね、それが終わったらもうトンボ帰りですぐ帰るから。やっぱ国連というと、カズママにとってはどういう存在ですか？最初ね、非核特使としてあそこでスピーチ。私もう40年ぐらいいろいろなとこ行って、英語もできないけど頑張ってきたけど、国連でって言われたらドキッとしちゃって、いや私の英語じゃちょっとダメだから、でもし通訳いるんだったらっておっしゃったんだけど、ね、通訳って言ったら本当の私の気持ちが伝わらないんじゃないかなと思って、皆さんが私の拙い英語でもご理解してくださるって言うんだったら、まあ、できるだけ自分でやって手振り身振りと混ぜてやる。被爆者末石和恵さん。末石さんを知る人からは親しみを込めてカズママと呼ばれています。アメリカで生まれた末石さんは生後間もなく両親と共に日本へ。そして18歳の時、爆心地から 2.2 キロの広島の自宅で被爆しました。戦後アメリカに渡った末石さんは、医療保険に加入できないアメリカ在住の被爆者の現状を訴え、日本人医師団による現地での健康診断の実現に尽力し、ロサンゼルスを中心に子どもたちに被爆体験を語る活動を40年以上にわたり続けてきました。ある日、そんな末石さんのもとに一つの連絡が入ります。津田良次さんから電話昨日いただいて、企画特使っていうタイトルで行ってほしいって、日本の外務省から40番目の非核特使に任命された末石さん。与えられた使命は国連本部での被爆証言です。私たちが亡くなったら誰が語るの？やはり若い人たちにバトンタッチしとかなくちゃいけないでしょう。末石さんは2010年と2011年に日本の外務省から非核特使の委嘱を受け、2011年10月には自らの被爆体験を語るためニューヨークの国連本部のイベントに出席しました。被爆者、 I wanna have this wordto international world. Because I don't want nobody to become a 被爆者。末石さんには被爆体験を語るきっかけがありました。戦後ファッションの勉強をするためにハワイへ渡った末石さん。そこである日、一人のアメリカ人男性に衝撃的な言葉を浴びせられました。お前たちが真珠湾で大勢のアメリカ人を殺した。ある日、白人の人が有給目にそうじゃっていうことでパーッと体験したことが思い出されたわけね。忘れたくても忘れることできないから別の方法でって言ったら、被爆者が語らなくちゃならない言葉がいっぱいあるって。原爆投下を正当なものとして捉える風潮が大勢を占めていた当時のアメリカ。被爆者としての訴えを受け入れられない社会でも、末石さんは力強く生き、かたくななアメリカの姿勢が少しずつ変わる兆しを感じるまでに至ったのです。続けてきたことは
相手の国を憎むことではなく、良き隣人として愛する気持ちを持って接すること、そしてその大切さを子どもたちに粘り強く伝えることでした。平和っていう木の種をいつもいくつかで撒いて帰るわけ。ちゃんと育ってますよ。目に見えない大きな木が方々にありますよ。2011年10月26日、ニューヨークの国連本部では世界の外交官が集まり、核軍縮を目指した決議案の審議を続けていました。そんな中で開かれた被爆体験の証言イベント、多くの外交官や NGO 関係者らが集まる中、末石さんは証言に臨みました。 Hello everybody, I wish you could call me grandma. That's my real title. And also, I have to forgive my limited English. Even though I am born in America, 1927. But half a year later, my parents didn't stay too long, so they have to take me back to Hiroshima. Ever since I was raised in Hiroshima, then when the war started, unfortunately, we didn't have too much chance to study, especially English. I didn't have a chance to learn. So, first time I start English is, don't touch me, shut up. I didn't know the meaning. And that's kind person, they try to cheer me up, maybe. So, important word, don't forget. So, I start to use the don't touch me, shut up several times. Well, I was girls' high school student, but second grade. Then the war started. But before that, as I told you, that my parents was in this country for a short time. My father used to talk about America all the time. I was a little girl. They say America is a very large country and very rich country. But people, they are working hard and taking care of their family. No matter how busy people, but people are very kind to my father and mother. The parents, they didn't understand either, no English. But you could feel the people, each other. So my father all the time, mother too, America is a wonderful country. So little girl, it must be dream of the America. 末石さんは生まれ故郷アメリカへの思いと自らの被爆体験を精一杯語りました。1945年8月6日、あの日、広島で起こったことを。8月6日の当日のことをちょっと教えてもらいたいんですけど、うん、その日の朝っていうと。朝はね、私のうちはずっと昔から朝食は洋式だったの。で、父も母も粉コーヒー飲んで、私と弟はミルクにパンとか、しきしきのお野菜いっぱいお肉と一緒に焼いて、それ食べて終わったら、ちょうどその時私は本当にいたら挺身隊に行ってるはずなんですよ。専門学卒業してすぐと強制的に軍事工業へ行かされたんだけど、数日前ぐらい微熱が出てたもんだから、工場のお医者さんが何日かゆっくりお家で休んだらいいからって言って、許可もらったから働きに行かないで、その日なんか女中さんもみんな強制的に軍事工業働きに行かされてる時代だから、女の子がどうしても後片付けのお手伝いね。だけど母が今朝お母さんが片付けするから、あなたはこの表のお庭に
ちゃんと水をあげてこの辺りきれいに吐いたりなんかしなさいって、うん、それでこの木の塔この塔がまだこっちにももう一つドアがあって広かったんですけど、このドアだけが原爆で残ったただ一つの形見ですよ、ね、本当は下に石を置かなくちゃいけないの。この風でこの木の塔がガタンガタンと音をすると痛むでしょ。だから必ず石を置きなさいよって言ったんだけど、開けた途端に朝ちゃんっていうあそこのうちの女の子が出てたから、朝ちゃんって言ってもう言われたことをしないで開けた途端にもうすぐ外へ出て、で朝ちゃんとフラフラしながらその辺りまで出て、でおしゃべり始めたのに、うん、そしたら B29 が毎日のように訪れるんですよね、うん、でもあの当時そのアメリカの飛行機だからって言っても別に焼夷弾とか何も一切落とさない、被害は一切ありませんでしょ。そうすると人間の気持ちっていうのは油断があるから、ああ綺麗な飛行機だな、それしか考えないですよね。被害は全然受けない。だから私は内心天使っていうニックネームまでつけてたの。だってね、銀色の綺麗な飛行機でした。本当にね、青いお空に銀色のカスティム衣装着て天使が踊ってるような感じ。だからおはよう天使って言って内心で声をかけて、そしてこうその飛行機が広島湾の方へ去っていくんですよね。ただその日違ってたことは、青い空に一つの斑点があったんですよ。あれ今までそんなことないのね、 あれなんだろうねって言ったら、朝ちゃんが何言ってるのって言うから、あれ見てごらん見てごらんって言って、ちょうどこういう方向ですよ、爆心地がこっちになるから、こうしてね指さしたの。そうしたら途端にあのパワフルのこの写真なんかとのフラッシュ炊きますでしょ、あれのもう何ぞーパイっていう強さダーッと光ったんですけど、私がねその光った瞬間印象に残ってるのに、仏さんの上に五光が交差してますでしょ、あれと同じようにただ一色じゃなかったの。私がパッと本当に一瞬ですよ、ここね筋があるんですよ、強い線とちょっと弱い、そしてオレンジがかったような感じだったですよね。もう本当にそれは一瞬ですと同時にこの指で目を隠して耳で、あ耳をこの親指でこう隠したこの状態まで覚えてるんですよ。それで本当は自分の身を守るためにはベースボールのプレーヤーみたいにセーフってね地面に伏せるんだけど、私が思ってるのはこの状態ではね私伏せてないですよ。ちょうどねこの2階建てのお家がありますでしょ、あそことこの境ぐらいのところへ2軒目のお家の玄関が奥あるんですよね。そこへ向けて飛び込んだんですよ私、この道からおてんばだから。その時私このままだったらもうこの方ひどい怪我してますよ。だけど全然無傷です。ここはだから私が思うね、こう一瞬はこうしてても滑り込みの時両手をこう伸ばして滑り込んでたと思います。全然記録にないけど、で何分間か意識不明の状態で気がついてこう動こうと思ったら動かないんですよ私の体が。変だなと思ったらそのお家のお玄関の軒がみんな私の体に落ちてたのね。だから動けなかったんですよ。と同時にあの時私ひどい怪我したっていうことも知らないですよ。でこのうちの借家だったんですけど、一軒うちとこは一つの屋根のたくさんのお家っていうんじゃなくて一軒一軒を別にちゃんと建てて門がついてる。だからたとえ狭くても
あのお家の間隔少しずつ開けてあるんですよ。朝ちゃんはその路地に逃げ込んでるんですよ。あれが広い道だった、両方からお家が落っこちてひどい怪我してるか助かってなかったか知らないけど、あまり広くないでしょ。そうすると両方のお家がこうなってるか下空間でしょ。無傷のままで出てきましたよ朝ちゃんは。そしてもう本当に何も音も何にもないんですよ、しばらくの間。そうこうするうちにうちの父の声が一番に聞こえたんですよ。この次の道の向こうの方から父がこうここまで帰ってきて、そしてやられたって言いながらここまでたどり着いたんですよね。その時あちこちにちょっと傷して血がちょっとにじみ出てるいう状態だったんです。で傷の手当てしてくれって父が言って、最初そんな状態だからお父ちゃんちょっと見てちょうだいで、この状態では薬なんかがどこにあるか分かんない状態だからって言って、そしたらあの当時はあのカバンをこう下げて布袋、それに救急手当てのもの、本当に簡単なものしか入ってませんけど、そういうものを入れたの、私用のがこのお玄関の横、私のお部屋がお玄関の横の部屋だったんです。なんかお玄関のすぐそばのところ、私のその袋が見えたんですよ。だからそれ引っ張り出して、その中の消毒薬、綿、ガーゼ、あんなのがあったの、臨時に父の、あの傷の手当てをしてあげて、それからこのここが土手だったんですけど、向こう川だったから、その土手から三菱今のあのあれですか、あの旧空港ですよね、あの土地のあの方に三菱重工っていう工場があって、そこから避難してくる人なんかがみんなここを通って、朝あの200メートル先の橋を渡って鯉とか草津とか、ね、山口県の方へみんな逃れていくんですよね。その中に私も三菱重工の関係で、現場には私は行くことができなかったの、体が弱いから、重労働の仕事は無理だからっていうんで、オフィスの方に、そこのオフィスの課長の秘書を知ってたお姉さん、隅田のお姉さんって呼んでましたけど、彼女が逃げてるんですよ。そして私の姿見て、私のことメリーちゃん、メリーちゃんって呼んでくれてて、メリーちゃん行くとこがなかったらうちへ来なさいよって言ってくださって、うちに来なさいよって、もう住所も何も聞いてないんです。古江っていうとこだっけいうことは知ってるけど、それで彼女は逃れて、そうこうするうちに避難する人の中にたくさんの人が、ね、本当に無言のままで静かにこう通ってこられるのね。その中に特別背が高いのがずっと先の方、今の赤信号のあの辺りに見えるんですよね。だけどなんかターバンかぶってるような感じなのね、その人。ちょっとと学生で、学生の帽子をかぶって出たのに、あんなターバンみたいなものをかぶってないか、別の人かなって言って思ってた。で、だんだん近寄ってきたら、顔見たら、うちの弟、あ、翔ちゃん帰ってきたと思って、そうしたら、このターバンは、臨時に帰るとき臨時に手当てをしてもらって、出血たるで後から知ったんですけど、ここの動脈を切ってて、それで臨時にこう包帯巻いてもらったのが、血でこの暑さで乾いて茶色の色になってターバンみたいな感じだったの。それと同時に動脈を切ってたけど、その血が固まってそれでかぶさってたの。だから3日間そこから血が出ないで、だから特に知らないんですよね、誰も、彼がそんな動脈を切ったいうことも。で3日目に置いて、その隅田のお姉さん、うち来なさいよってくださったの。その晩行くとこないんですよ、あれあれ裏の大きなね防空壕があったんですよ。そこへ父は入ってもらって横になって休んでもらって、後その次の日からここへ置いてもらったんだけど、弟は寝るとこもないんですよ。でここちょっと広かったんです、畳3枚置ける状態だったんです、ここがね。
で置くとよそから避難してくる人もみんなここへ来ちゃうから、うん、寝るとこないんですよ。だから弟はどうしても墨田さんのとこ置いてもらってしばらく置いといてくれって言って、あいいよ心配しなさんなんて。で私はこっちの父のことも心配だから往復するんですよね。うちの父が原爆が落ちてしばらくして弟も帰ってきて、すぐと本家にこんな家の状態になってるから本家行って手伝いに来てくれっていうとこ言いに来なさいって。お父ちゃん、あのみんなねあちらの方から逃げてきてあっちへ向けていく人いないのよって。あの頃はね親の言うことは全面的服従でしょ。だから行きなさいって言われたらはいって言って、私はだからみんなはこっちに逃げる、私は逆にこうか救急袋下げて行くでしょ。看護師さんかなんかと思うんですよね逃げる人が。手伝ってくれ助けてくれって言われても私何もできない。ここが爆心地から私の原爆手帳には 2.2 キロっていう地点です。ちょうどここがだけど瞬間はここにいましたけど2時間もしないうちにちょうど 1.5 キロの地点までは行ってます。私だけが逆効果で行ってるんですよね。だけど向こうの方からもういや火事で行けないんですよ。逃げる人こっから入れんよ入れんよ帰なさい帰なさいって言って、仕方がないからまた帰ってきて父に行くことができなかったからって言って報告して、その前に出かけた時にここが畑の状態になってたんですよ。でも避難する人でも逃げられないような人がもうこんなとこへもうみんな転んでる。その中にね小学校の1年ぐらいの子供、それを引率して25人ぐらいの子供たちを連れた女の先生が一人、もうここまで来てもうそれ以上行けなかったんでしょうね。でこの畑のとこで横になっとられて、で子供たち、あの子供たちだけが泣き声聞いてます。私がお母ちゃんお母ちゃんって今でもその声残ってます。あまりこう人の前で感情的に私は話さないけど、この子供のことだけはどうしても感情的になっちゃうの。罪のない子供でしょ、それがお母ちゃんお母ちゃんって泣いてるのね。そしたら先生が我慢しなさい、その時お母ちゃん迎えに来てくださるからって言って、で裏に向けて、で母がこのうちの裏のとこ大きなまたあの物置小屋が2階建ての大きなのがあったんです。それも完全に壊れてるけど入り口のところがこう見えるんですよ。そこにね備前焼きのこう蓋付きの壺、梅干しとかなんかつけて入れるあれがね2つ壊れないままで見えるんですよね。なんかうちの母があれ助かってるから一つはうちとこで食べるけど、あの一つの方を子供たちが泣いてるそこへ持ってってあげなさいって、結構重かったってここまで持ってきてあげたら、先生がね手であのお汁の酸っぱいお汁こうすくってこう飲まれてる、水をくださいって、あの当時あちらでもよく Give me water っていう、ね、水をくださいっていう、多分あのやけどなすった人たちが喉が渇いてお水をみんな欲しかったです。それで少しでも動ける人なんかが川に飛び込んでね、そしてそのまま亡くなったりなすった。だからでしょう、あの先生もやけどしとられたみたい、顔が膨れてた。それであの酸っぱいお汁を飲まれてね、はあ、おいしいって言われて、そしたら子供たちも欲しがるんですよね。子供たち無傷の状態みたいですよ。だいたいあの頃は一クラスが50名ぐらいでしたけど、その半数ぐらいが引率してここまで逃れてきてるから、あとの半数はその場で死んでとかもう動けない状態で、ね、そこへ残したまま歩ける生徒だけを連れてここまで逃れた先生だと思うんです。子供
たちにもね、これをスクープにして、こう一人ずつに飲まして、その後私が大きな梅干しでしたけど、一個ずつ子どもたちの口に入れたら、でっかいから口膨らまして、でも、にたーっと笑ってくれたですよ。それが、いまだに残ってる。初めて笑ってくれたんですね。で、夜、すみださんの家へ、あくる日の朝早くここへちょうどここからこう降りてくるのに寝てる姿音をささないように私はこう裏へ向けていって、でしばらくしてもう朝日も出てるから起きなさいよって呼んであげようと思ってまた来たんですよね。でおはよう起きなさいって言っても誰も返事しないんですよね。周りにも何人か寝転んでらしたけど、その子供たちね、ね、明くる日の朝もみんな死んでた。無傷の状態のようでしたよ。だからどこの学校か、この遠いとこじゃないです。そんな時間かかってないから、この観音町のだから観音小学校かなんかの生徒さんじゃなかったかと思うんですけど、一人も生きてなかった。その話私あちらでもよくするんですけど、子供たちに、それが戦争なのよって言って、私の平和教育いうのはいいこともそして悲しいことも話したりなんかするんですけど、そしてこの朝ちゃん、お母さんは爆心地に建物疎開で、ここが西観音町、ここが南観音の境なんですよ。あの日がこの西観音のこの辺り当番で、一軒家から一人ずつ建物疎開に行って、で古谷のおばさんが建物疎開で、あそこの次男忠ちゃんって中学の1年だったんですけど、それも学校動員で建物疎開、同じところに行ってるんですよね。だけどお母さんは帰ってきて30分して亡くなったんですけど、忠ちゃんが帰ってこないんです。だけど朝ちゃんお姉さんなんだけど、まだそんな年でもないし、一人で行くのは嫌だっていう。でうちの父が一緒に行って忠ちゃん探してこいって、だから二人が爆心地グランゼロまで行きましたよ。後からもし行くようだったらその辺り、もう本当にね、あそこはもうすぐと火事になった状態だったんでしょうけど、もう明くる日はその辺りは全部火は消えてたけど、あ多分消えたんでしょう。あの兵隊さんたちが夜遅くからやってきて、そして火が消えたところ地ならしをちゃんとして、何百人かの死体をきれいに並べとられました。そこをここから向けていくのに本当に焼け野原ですよ。で道っていうのも見えないですよね。でそれを斜めのような状態で歩いていくのに、地面がまだ熱くてね、だから防火用水がところどころあるの、足を突っ込んでは濡らしてこう爆心地まで行ったのを覚えてました。一箇所に防火用水の中に中腰のような状態で頭突っ込んでるおじちゃんがいるんですよね。だからあ喉が渇いてるから水を飲まれてるんだなと思ったら、いやその状態で死んどられるんです。だから完全に死体を全部片付けてはなかったんでしょう。その人そのままになってました。もう帰る時はその死体なかったですけどね。で何百人かの死体を一人ずつ私はずっと見たけど、怖さも何もないですね。もう正しちゃん探そうっていうそれ一心でした。今だったらもう見た途端にもうそっとしてますよ。だから朝ちゃんはいくら兄弟でもまだ年も私より3つ4つ若いし、怖いから私の後ろに子供って空ばっかり見てました。下見ないでね。だから私が一人でその何百人かの死体をずっと、その中にね一番印象に残ったのが若いお母さんのようでしたけど、赤ちゃんをおんぶしてらしたのね。そして爆弾をして、だからその状態で即死だったんでしょ。お母さんの背中は肌色なんですよね。で赤ちゃんのこの辺りが肌色、あとはもう茶色黒っぽい
焼けてるんですよね。なんかおんぶなすってたいうことがそれで分かるんですよね。そうね、まだ1歳にもなってないが小さな赤ちゃんでしたけどね、そんなのもやはり辛いけど事実を語っていくんですよね。8月6日の広島は想像を絶する地獄でした。国連に集った外交官や関係者を前に末石さんは語ります。 No medicine, no food, nothing. But please listen. Those days I'm the one learned real peace. The reason why in Japan was nothing. But nobody never beselfish. People try to share each other, help each other. That's the reason we survive. Today, some people, they are comfortable living, but me. I think that's the war started. When I came backThis country, I have to say, came back, because remember, I'm a made in USA girl. In 1949, to study fashion, I couldn't able to speak any English. So at the fashion school in Honolulu, as you know, a lot of Japanese population in that Hawaii, so,Sebo fashion school owned by second generation person, so the teacher or principal could able to understand Japanese. So I went. One day I was going to school. Very distinguished gentleman, Caucasian gentleman, stopped right in front of me, and he point, "You killed many soldiers at the Pearl Harbor."That was 1950, so the 5 years later. But during the 5 years, in Japan or in Hawaii, nobody never mentioned about atomic bomb or atomic bomb survivors. So for me, it was a good, because I didn't have to think about my horrible experience. I could concentrate to study.But when a gentleman accusing me, then the memory bring back, but I had to talk to him my way, my feeling. Beginning to understand little by little of English. So I understand the gentleman accusing me. But I want to say something with a very limited English. Me.Hiroshima bomb hurt. You, American. Me, American. You, brother. Me, sister. I love you. That's my message. This gentleman didn't say anything. Then he left. Then from that evening, I beginning to be suffer.Because memory bring back. Then I was only 22 years old and in Hawaii, sleeveless dress, everything. But I couldn't able to wear the sleeveless clothes because my skin getting very, somehow, it's a, look like a big pimples all over. Not only that, blues, just like black and blue.I have to go see the doctor. I started losing a lot of weight too. Then the doctor say, Ms. Tanaka, you are homesick. So why don't you go back to daddy and mommy's home? I know I miss them, but I know it's not only that. But somehow,I had pride too.
Yeah, I came to America to study fashion. I don't want to go back in between. But, so I stay another several years in this country. I went back to Japan and I mentioned about my physical problem in Hawaii. Hiroshima doctor said, that's a radiation sick. Then I came back this country, 1957, to marry to my husband. My husband was a second generation, born in America, educated in America. And when he was a university student, the war started. Unfortunately, whole family forced to send to relocation camp. So a lot of people, it's not just us only, many American people too. It doesn't have to be Japanese American. The American people too, they have suffered too. They're all victim. Then my husband, my father said that a lot of hibakusha before married, matchmaker. Our period was matchmaker. I cannot choose the husband myself. Boy, it's going to be big trouble. But matchmaker told my husband and their family that my problem, I am hibakusha. I cannot able to work. I may not going to have any child. But my husband told a matchmaker, he's not talking about the past. He's going to work hard and try to take care of me. So my father said, marry him. He's a gentleman. Then I marry. He is too good for me. Honestly, he was a very good. Unfortunately, he's heaven. And our community, Atomic One Survivors Group, started in 1971 in Los Angeles, California. It's a small group, but before small group, they have about 30 hibakusha get together as just sociable. They never think about the big non-profit organization group, because they are just the average people and rather English problem too. Average is about 40 to 45 that time. They said, it'd be nice speaking Japanese and also the hibakusha's physical problem to understand doctor to come to this country to examine for us. But it's a difficult for them to go to Japan asking the Japanese government because they have to work hard too. But here I was not working, and most of the time I have to go back and forth, back and forth. However, after we married, my husband said, I'm going to get the good insurance for you. But unfortunately, private insurance, they really check very carefully. Then they found I am hibakusha. So they refuse. So I never had insurance until 65. And as you know, it's very expensive. My husband, working hard person, but it's impossible to pay a large amount all the time. So every so often, I have to go back to Japan. My parents always help me. Then our committee started. Then many people, they're asking for Japanese doctor. As you know, if you don't have a license,
Even though they come this country, they cannot examine. So I ask the Japanese government, medical assistant. Then they started 1977. This year, springtime, 18 times every other year. Not only Japan, American people too, they support for this program.アメリカに行った時に被爆者であるってことはこう何も誰も話さないし、あの頃テレビもあまりないし、原爆とか被爆者なんていう話は一切聞いてないし、ニュースにも新聞にも出たことないですよ。だからある面では私さ、ハンディキャップで一生懸命お勉強に熱中することができたんですよ。そういう中で72年ですかね、語り部を始めるわけじゃないですか。それはどういう思いからだったんですか。あのね、71年の10月に非営利公認団体というものがロサンゼルスの一部の被爆者たちの集まりで、かつてのロサンゼルスの軍の検視局長をなすってた日本生まれでトーマス野口先生っていうマリリン・マンローの下絵を買い物なすったりなんかした、その彼がアメリカに被爆者のグループでプライベートのグループというのが小さいグループがあるけど、あの人たちを何とかして助けてあげてくれ、協力してやってくれっていう、あちらの日本語のテレビ局だった朝日ホームキャストっていうそこの女性のディレクターの方が野口先生におっしゃった。そしたら彼が尽力で非営利公認団体ことをスタートしてくださった。だけどあの頃は誰もスピーチにいらっしゃい言ってくれる人はいやしないです。でも UCLA がね、2年のうちに原爆の写真集を私お願いして、とにかく親戚のおじおに頼んで市長さんからいただくことになって送ってきたの。それを公開したくてね、もう保護にあたってもそんなもの公開のチャンスはないんです。それが UCLA が初めてうちで公開するからって、だから持ってきてくれたら全部展示はうちの方ですよ、2日間するだけど、そこでスピーチとか何か言うチャンスはない、ただ展示っていうこと。もう私タクシーでそこまで行って2日間会場にじっと一日中いましたよ。反応が知りたかったわけ、生徒たちがどういう気持ちで入ってくるか、どういう考えを持ってくれるかっていうのは私のお勉強のためだったで、うまく入るでしょ。女の子パッと見た途端にキャーってもう逃げちゃいました、女の子。だけど男の生徒たちが中入ってくるの仕組んでました。で出て行く時に私がこのドアの声があって、どう思いましたかっていう片言の英語でクエスチョンです。そしたらアメリカ、まあ、あの頃は原発は必要であるっていうそういう考えを根強く PR されてた時代だから、生徒たちは絶対に原爆は持つべきだって、なんでって言ったら、他の国も持ったらこちらが持ってなかったらいかない、他の国が持つからにはこちらがそれ以上のものを持たなくちゃならない。で、なんでって言ったら、アメリカを守る、自分たちを守るためには絶対に必要だってこう言って言ったんですよね。もうそういうふうな考えになってしまってたの、あの頃は。うん。だから私が、私もイングリッシュはまともでないけど、I'm also American って言ったのね。そしたら、それだけの守ってくれるっていう保証をあんたたちもらってるんだったら、私もアメリカンだから、どういうふうにしてその保証をもらえるのか、私も欲しいからって言った。嫌味じゃなくて、実際にそれを知ってもらえるって言ったら、被爆者たちにみんな言おうと思ってね。そしたら、そんなんないと。じゃあ、私の考えだけど、どこの国でも持ってて、
ちょっと皆さんお聞きくださいって言って、よその国に何年の何月どこどこで爆弾落としますからみんな逃げてくださいなんてね、首相の気持ちは言わないよ、ある一本それで終わりよって言った。それでも必要だと思うのかって言ったら、黙って去って、黙って去ったっていうことはある程度私が言ってることちょっと耳を傾けてくれてるんじゃないかなっていう期待はしました。やっぱりそれでもこう伝えたい、伝えていかにはいけんに思うのはどういうところが、だってアメリカの市民でしょ我々も。アメリカの市民の中で何パーセントが核戦争を体験してる、我々だけでしょ。そしたら市民としての義務として、あの戦争がいかに悲惨であるか、人間に対してどんな恐ろしいもんであるかっていうのを体験者が語るの嫌味じゃないです。そこから Never happen again っていう平和をみんなが見、ね、学んで進んでいくっていう、それを広めるのは我々の任務だとこう思います。それで恥を生じて話すのだ。そうじゃない、ね、アメリカに被爆者の方がいるっていうことも知らないアメリカ人が多いんじゃないかな。いますよ。ですよね、うん、だってあの公聴会に私が出たんですけど、狭いとこだから私 の語りが終わったら私は出て行って、そして今度市民の代表のおばちゃんが出て行った。今あの証言したあの女は被爆者じゃない、嘘ついてるって、どこも傷も何にもないじゃないかって、被爆者なんているはずないって、あの日本あのアメリカ人で被爆者っていうのはいるはずないって、戦争してる国にアメリカ人がいるのはとんでもないって、それ反対しました。だから私が嘘をついてるって言って、うん、そういう状況でもやっぱりこう知ってもらいたいっていう、伝えていかんといかんいう気持ちが、そうですよ。それで泣き寝入りしたんじゃ意味ないでしょ。誰も言わなかったら誰もアメリカに被爆者なんているのは知らないですよ。そして片言でも話してるのは原爆は必要だって言って、そういう考えが根強くあったんだから、それを一生懸命このおばあちゃんは一生懸命になって最後の 1% もホープがあったら変えてやろうと思って、それのために頑張ってますよ。だから人生はこれからだこれからだっていうのが私の信念。すごいやっぱり原爆で恐ろしい体験、今でもすごい鮮明に覚えてる体験をされてるわけですけど、そういうアメリカに対して恨みみたいなのな、だからこの資料館にもあの記念館に私 の原爆の体験の書類があります。憎しみを抱かないでっていうタイトル、私のタイトル。憎しみをね抱いてハッピーエンド言ったら、私だって年から年中憎しい憎い憎いって言ってますよ。何のプラスにもならないじゃないですか。反対に、あのうるさいおばあはんがまた文句ばっかり言ってるって、みんなから嫌われるだけでしょ。孤独っていう、私孤独が一番怖い病気だと思う。おばあちゃん、ママってね、みんなからね、よくしてもらうと、もう本当にハッピーですよ。世界で一番の私はお金持ちだと思って。お金で買えない幸せがあるじゃん。まあ、語り部やられるという中で、まあ、なんか毎年思われておることって言いますかね、ちょっとお話にこの前されとってことですけど、あ、気持ちを新たにというか。うん、もう、年の初めの、レゾリューションは一体何か言ったら From now on This is my resolution。 何の言葉、何事もこれから、何事もこれからって、だからあの世行く暇なんかありゃしないよって、引退する暇ないよって、楽しいですよって、子供たちね会ってくれるでしょ、楽しいですよ、そこ行くっていうのは一番にね、
紹介されると改まって被爆者協会の会長の末石和さんですっていう紹介さん、私はそういうタイトルになったら私のナンバーワンのタイトル、大きな声で呼んでちょうだい、グランマーって呼んでちょうだいから、大きな声ではいグランマーって、それが最高のタイトル。それとグランマー We love you って言ってくれるんですよ、ハーゲンキスしてくれる。そしてそこの学校で去年の6月終わった後、50歳ぐらいの白人の本当に紳士の方がステージに上がってきて、自分はハイスクールの時にママの話を聞かせてもらったんだ、今日は自分の息子がここでグランマーの話を聞かせてもらう、ぜひともあなたに会いたくて来ましたと、親子2代であなたの話を聞くことができたって、嬉しかった。進んでるでしょ、フリーズしてないでしょ、バックしてない、ちゃんと前に向かってます。 UCLA での写真展を開いて、あの学生たちがいつも思うんですよ、あの生徒たちがもう社会人になったな、あの生徒たちがもうお父さんになってくれたな、いつも顔は覚えてなくてもそう年代です。その中であの写真展を見て私が話したそういう生徒たちだったら、あ、原爆はモダンド、ウクライナモダンド、よその国に負けたのだって、こんなこと言うのは人いない、はっきり言うと表に立って運動はしなくても心にあるから、子どもたちにも何かのきっかけでそれを伝える、お友達にもそういうことが何かのきっかけで無駄じゃなかったっていうこと、だから豊富で私はその方たち夢見て、将来がどういう風な形になったらいいなみたいな、本当に世界がこんなね、くだらない無駄なお金に尊い命をね失うようなものを作ったりなんかするより、そういうお金で立派な教育をさす、そして世界の人たちが、誰も完璧な人いないんだから、あ、間違ってた、話し合ってみようよって言って、で話が十分に通じない場合、私が例だけど手振り身振りでもちゃんと相手と心は通じるって、そういうふうにして助け合ってね、励まし合ったら絶対に世界は戦争っていうものは起きないで、あんたはな長生きするよそう言われるから、私はそれ信じてます。だけど一人じゃダメでしょ、みんながそういうふうになったら絶対に実現しますよ。でも聞きたいことがあったら聞きなさい、このおばあちゃん、うん、してるこの公園に、うん、あの地面にはやっぱり眠った人がいるんですか、地面に、地面に、地面に眠っている人、うん、中にはだけどね、ここは全部片付けて、あくる日の朝はもう綺麗に兵隊さんたちがこの辺り綺麗にして死体をいっぱい並べて、それは別のところに捨てて送ってます。ここはあまり死体を焼いたりなんかはしない、でもいっぱい死体で、この川、こちらの川にもいっぱい死体が、中学の1年生の生徒が建物疎開で来て残ってる、生き残ったのが海に入って、そしてね手を組んで、そして亡くなったのね。ね、戦争って好き？いやだね、ねえ、あんなくだらないことねえして、ねえ、せっかくね、おいしいもの食べて言って、ジャンクフード食べたんじゃダメよ。なんでこんなおばあちゃん長生きしてるかって言ったら、ちゃんとまともなものを食べていったからよ。うん、だからお母さんがちゃんとお料理してくださったら、どんなに嫌なもんでもありがとうって言っていただくのよ。うん、頑張って一生懸命お勉強して、あなたたちが今度おばあちゃんに先に先頭に立って、ネバー早く投げたっていうのがちょっと。
見れば絶対にハープに、ね、We again 再び二度とこういうことがないようにっていうね、頑張って、はい、握手しよう、握手しよその後はハグ。あんなの見るとあれが本当の平和ですよ、ね、平和ってありえないけどちゃんとそこにあるじゃないですか。それを続けてほしいだろう。いいね、子供っていうのが一番いい。最後の 1% も多くあったら変えてやろうと思って、それのために頑張ってますよ。